直型ロードスター登場に期待が高まっている。松田が世界で展開する2シーターオープンカーロードスター。直型モデルのテストミュールと思われる車両が目撃されたり、2022年11月22日に公開されたビジョンスタディモデルが、直型ロードスターなのではないかと話題になるなど、 新型モデルの登場に期待が高まっています。そんな中、話題の次期型ロードスターのエクステリアデザインを、現役カーデザイナーでユーチューバーのジムニーとコザクラインことポルシェ、イカジムコザが予想し、イメージ CG を公開しています。初代ロードスターは1989年、当時マツダが国内展開していたブランドユーノスから、 登場した西シーターオープンカーです。海外では MX、5MX、ゴミアータなどの名前で呼ばれていました。その後2015年に登場した4代目となる現行型、マツダロードスターは、スカヤティフ技術とデザインテーマ、コンドー、ソールオブモーションを採用。人が車を楽しむ感覚の進化に徹底的に取り組み、 人馬一体の楽しさが追求されています。デビューから8年が経過し、SNS などでは、そろそろフルモデルチェンジも近いのでは、と噂する声も聞かれます。実際前述の通り、国外で現行型を、ベースにワイドフェンダー化されたテスト車両が目撃されたり、2022年11月22日にマツダが行った、 中期経営計画のアップデートと、2030年に向けた経営の基本方針の発表において、ロードスターのような形状を持った2ドアクーペのコンセプトモデル、ビジョンスタディモデルの画像が公開されるなど、次期型ロードスター登場に向けたとも見える動きがあります。そんな中、YouTuber のジムコザは、 時期型ロードスターの予想イメージ CG を作成。自身の YouTube チャンネルで公開しました。ジム小ザは作成した予想イメージ CG について夢を見て書いている部分もあるので、これが実現するという自信があるわけではないが、ワクワクするデザインを描いたとコメントしています。作成された磁気型ロードスターの予想イメージ CG では、 マツダ RX ビジョンを縮小化したようなフロントフェイスを採用。また、ビジョンスタディモデルで予想されたリトラクタブルヘッドライトも採用し、往年の伝統を再現しています。ジムコザが作成した CG は非公式のレンダリングであり、実際の磁気型ロードスターを示すものではありませんが、 これまでに登場したコンセプトモデルのデザインや情報を参考にしており、同様の要素が新たに登場するかもしれないロードスターに適用される可能性を完全には否定できません。様々な憶測が飛び交う時期型ロードスターですが、現在松田からわずかなコメントや情報がイベントの場などで聞かれるものの、 登場の時期などについて公式なリリースなどはありません。続報が待たれます。